はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。製麺機です。今日もね、宅飲みの準備が整いましたので、早速宅飲みやっていきたいと思います。で、今日はねマクドナルドさんに行って、また月見バーガーのね、食べてないやつでも買ってきて動画にしようかなと思ったんですけど、なんかニュースで通信障害、全国的に通信障害がね、マクドナルドさんで起こってて、ちょっとお店やってないところもあるみたいなのね、ニュースやってて、で、せっかくね、行ったのにお店開いてなかったらちょっと悲しいんで、今日はね、スーパーの、ベーカリー、スーパーのベーカリーのコーナーで売ってるパンを買ってきて、これをね、つまみながら、ただそれだけだとつまんないんで、ゲーム宅飲みにしようかと思って。ね、X68000 で、今回はね、サイバースティック使って、ゲーム宅飲みね、やっていきたいと思います。ね、もう、実はね、テストで、ちょっとね、プレイしようと思って、テストプレイしてたらね、もう、サイバースティック調子おかしくなってて、で、それのメンテナンスっていうか調整っていうかね、そういうのもやってたら遅くなっちゃって。で、本当はね、サラダでも作ろうかなと思ってたんですけど、サラダとかね、用意してる暇なくなっちゃって。もう古いもんなんでね、なんたって、もうね、メンテナンスでね、調整で大変でね。では、じゃあね、今日はね、これをやろうかと思います。メタルサイトっていうね、ゲームですね。5枚組。今ここに3枚しかないですけど、一応5枚組で、あと残り2枚あるんですけど、ゲームソフトのみで、買いました。取説とかね、なしで、ゲームソフトのみでね、3000円しなかったと思うんですけど、だいぶ前に買ったんで、ちょっとはっきりした金額覚えてないですけど。今日はね、これを遊んでいきたいと思います。まずね、オープニング見ながらね、ちょっと軽く飲んで、私ゲーム好きなんですけど、ゲーム下手なんで、ゲーム紹介動画的に見ていただければと思います。ちょっとね、軽く飲みながら、つまみながらゲーム遊んで、ゲーム紹介的な感じっていう動画でね、ご覧いただければと思います。はい、ではね、 X68000 のね、実機でやっていきたいと思います。一応ね、ミディ音源のね、 SC55、 どっかに書いてないかな、 SC55 って書いてないんだっけ、これ SC55 なんですけど、このね、メタルサイトって、MT32 に対応してんのかな、 MT32 に対応してて、で、一応 SC55 に、MT32 モードっていうのがあるので、今ね、MT32 モードにしてます。で、テストプレイした時にちょっとね、ノイズっていうかね、ちょっと変な音が入っちゃう感じで、ちょっと音の方がね、あんまり良くないんですけど、一応ね、せっかくミディあるんで、ミディで鳴らしてみたいと思います。ちょっとね、音、ノイズ入るかもしれないんで、その辺はご容赦いただいて。よいしょ。ではね、これでやっていきたいと思います。ではね、ちょっと飲みましょう。レモンサワー。今日もね、皆さん一日お疲れ様でした。お先に失礼していただきたいと思います。じゃあ、しばしばで乾杯、いただきます。
はい、ではね、ちょっとね、オープニングちゃんとやった方がいいかなと思ってね、オープニング撮り直しました。じゃあちょっとね、先になんか食べてからね。こちら、よいしょ、チキンのバーガーですね。これがね、260円くらいかな。ね、お安いんでね、こう結構すごくね、大きい、ほら、こんな大きいの入ってる。ほら、厚みもあるしね、これで260円ぐらいなんでね、安くていいですよね、やっぱり。あ、ちょっと待ってね、ちょっとね、蓋取ってね、よいしょ、もうこのままかぶりついちゃうか。半分に切る？ちょっと待って、で、ちょっと半分に切ってね、よいしょ、こんな感じですね、断面。わあ、ごまがポロポロこぼれて、こんな感じね。あ、ちょっと電気もつけた方がいいかな。こんな感じね、ピントあったかな、ね、チキンが入ったやつ、こんな感じね。いただきます。ごまがダメだ、ごまがボロ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 こぼれなくなる。ではやっていきたいと思います。サイバースティックでね、ちょっとね、テストプレイした感じではね、一面クリアできないかもしれない、難しくてね。サイバースティックでやっていきたいと思います。コンフィグに入って、で、ジョイスティック、あ、これか、ツール、このね、ツールをアナログにしてやらないと、これでアナログでプレイできないんで、よいしょ、したらこれでアナログにして、1面もクリアできないかもしれなくて、あ、もう始まっちゃう、あ、音おかしくなってきた。アナログじゃないと微妙なこうすり抜けみたいなのが難しいって。あー、やべ、おー、よくわかんないんですよね、この疑似 3D の、どうこう抜ければいいのかな。あ、ここはこう、どうなってるんだか。お、危ねえ、こっちは使わないのかな。なんか銃、このレバーだけなのかな、使うの。おー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 、あーあ、地形にやられた。
ないんだっけ。ほらおかしい音入ってるでしょ。ミディにするとねこうなっちゃうんですよ。 MT32 でちゃんとやればならこういう変な音入らないのかな。どうなんでしょうね。ちょっとキリン淡麗のねプラチナダブルコンティニューあるんだっけ。ちょっとあ倒れちゃうな。よいしょ。あ、コンティニューやってもしょうがないから。どうしよう。音、あれかな。普通の音源に戻すかな。内蔵音源に。いただきます。いいか、今さら。これ食べよう。カツサンド、ヒレカツサンド。ああやっぱ変な音入るな。コンティニューしてないのに始まった。なんかおかしいんですよ。コンティニューもスタートもしてないのにまた始まりましたね。なんか挙動がおかしくてね。このゲーム他のゲームは大丈夫そうだったんですけど、変な音してるし。ちょっと待ってね。はい、じゃあね、リセットして普通にね X68000 の内蔵音源バージョンに変えましたね。じゃあちょっとねさっきの続きでヒレカツサンドね208円、税込みで225円にねヒレカツをちょっと食べて、こんな感じね。ヒレカツこんな感じ。じゃあちょっと一口いただきます。うん、パンがすごいふわふわ。うん、ちゃんとスーパーの中にパンを焼くねベーカリーが入ってて、そこで作ってるパンなんで、すごいねふわふわで美味しい。うん、うん、レモンサワーね。動画の尺長くなってたら申し訳ないし、もう適当にね流して飛ばしてねご覧いただければと思いますんで、どうせ最後までできない、一面クリアでできるかどうか難しいんですよ意外と。ちょっと待ってね、コンフィグでランクを落とすか、ランクイージーで、あ、ステージセレクトとかもあるんだ。二面見てみる。二面にしてみるか。二面。あ、二面いける。これは何だろう。スクリーンモードどう？うん、取説持ってないんでね、なんかわかんなくて。ここを、アナログでしょ？
あ、パイロット変えられるんだ。あ、あ、パイロットも変えられるんだ。パイロット変えると何かあるのかな。ちょっと変えてみるか。じゃあランクイージーで、おー、ふんふんふん、時期を増やすのはないのか。じゃあこれでアナログモードにして、自分みたいに下手な人にはね、メインセレクターあると助かりますね。あ、シマウマが走ってる、すごいすごい。アナログだとこうね、操作、あ、操作しやすいけど、で下手なのはどうしようもないからな。ちょっとこうギャラクシーフォースみたいな感じなのかな。ああ、またやられた。これで終わり？あ、この人になったんだ。さっきパイロット変えて。これちょっと食べるか。これもう、コンティニュー してないんだけど、これゴマがすっごいボロ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 こぼれて、このね隙間とかに入ったらね困るんでね、どうしよう。あ、すごいゴマが、コンティニューとか何にも操作してないのに勝手に始まりますね。ね、初動が怪しいっていうか、はい、ではね、ちょっとゲームのね挙動がなんか怪しいというかおかしくて、いろいろやってたんですけども、ちょっとバッサリね、多分編集でカットになってると思うんで、ではね3面ちょっとやってみたいと思います。ちょっと待ってね、またね、あのリセットしたんですよ、なんかおかしかったんで。なんでランクをまたイージーにして、ツールをアナログにして、パイロットをこの人にするか。でステージセレクトで3面にして、3面からいきます。アナログにしてなかったからおかしく、挙動がおかしくなって、切り替えないとね、
サイバースティックの方もアナログに。ああ、うわあ、おお、これ砂漠のこう砂がこう飛んでる感じなのかな。すごいね。下手だな、申し訳ないです、グダグダで毎回じゃあ今日のところはこの辺で締めさせていただこうかな。ね、なんかもうグダグダ申し訳ないです、いつもねゲームタグのにグダグダになっちゃって。では今日もね最後までご視聴していただきましてありがとうございました。またね動画編集してアップしたいと思いますので、ね、よろしくお願いします。